滑らない話エピソード自慢。リコです。エキです。石野です。古川です。マイマイです。マックスです。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。今日はですね、マイマイとマックンが来てくれました。企画前にもあった通り人狼企画なので、まあ、ぜひいていただきたいと。2、はい、人は人狼すごいやってるんですもんね。そう、人狼番組でね共演してます。僕、はい、でも人狼は人狼でも今回はですねエピソード人狼なんですね。エピソード人狼。エピソード人狼、皆さんご存知ないですか？知らない。エピソード人狼というのは、この中でですね1人人狼を、ランダムに決めます。はい、はいはい、その人はですね、嘘のエピソードを語らなければならないわけですね、うん、はいはい、例えばお題がですね、好きな食べ物とかだったら、うんうん、本当は別に好きでも何でもないものも好きなもののように語らないといけない。ああ、そういう俺たちはよくやるよね、お題人狼とかで、はい、うんうん、はい、今回はですね滑らない話を皆さんに話していただこうということになっております。お題が滑らない話であると。まず本当の滑らない話ができるかそれのハードルが高いよねまあね、普段ね、大喜利に近いことをねクイズという体でやってますからクイズですよ、あれは。マジに、はい、カプリティオ勢は大喜利力で、嘘を乗り切る可能性がある、はいはいはい、で人狼勢は人狼力で嘘をカバーしてくるかもしれないという読み合いがあるわけですね。はいはい、一人一人ですねトークが終わった後に話し合いの時間を設けます。はいはいはい、話し合いの結果、投票をしていただきますね。怪しいと思った人に投票してもらいます、うん、で、最多得票、最多もしくは最多タイの人ですね、はいはい、は、処刑されます。で、処刑された人の中に人狼がいれば村人の勝利となります。なるほど、はい、人狼は自分が投票されないように立ち振る舞ってくださいということになっております。はい、カードなんですけど、こんな風にですね、エースが4枚とジョーカーが1枚入ってます、うん、ジョーカー引いた人が人狼となりますよ。はいはい、はい、我こそはという方から滑らない話をしていただきたい。なるほどね。じゃあもう最初に行こう。はい、はい、僕からじゃあいいですか。はい、じゃあ僕の滑らない話なんですけど、皆さん家の中でよく歌う歌とかってありません？あ、鼻歌みたいな歌ですね。そう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 、僕は、まあ、結構いろいろある中で安室奈美恵さんのヒーローをね結構歌うことがあるんですけど、意外だと思うんで、まあいい歌だけど、そうそう歌うんですけれど、君だけのためのヒーローって感じじゃないですか、あれ、はいはい、強めにアレンジしてディディンダンデンドンダンデンドディンドンっていう風に歌ってザフショーぐらい、あ、まあまあまあ、だいぶ違うけどね。ドゥンダンディンドンドンダンディンディドゥンド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 ンそばにいるよね、アレンジエグいっていうのをもう、まあ、みんな受けてるからいいかなっていう風に歌ってます。あらー、はい、あ、今で終わり。あ、終わりです。あ、なるほど。じゃあ俺ちょっと長めなんでちょっと先に終わらせようかなと思うんですけど、はいはい、小学校中学校の時の、うん、まあ、あの友達にゴリさんという人がいたんですけど、ゴリさんはまだ名なんだけど、うん、あの、まあ、ゴリラに顔が似てるからゴリさんって呼ばれてて、同級生、あ、同級生なんだけど、普通その人ってごついじゃん、うん、全然ごつくなくて、うん、小柄なんだけど顔一点突破でゴリラに似てるからゴリさん、ゴリラの顔に似てるからっていう理由で、うん、修学旅行の出し物をすることになって、うん、でうちの班は当時めちゃくちゃ流行ってた家なき子、はい、の劇っていうかコントをやることになって、で俺がその筋を書くことになったのよ、はいはい、で筋書きをして、で、まあ、クラスの人気者とかをあの、うん、主人公のすずの役にしたりして、はいはいはい、なんかもうそう女の役を男がやるみたいなね、まあ小学生ってそういうので笑うじゃん、あ、まあまあ、そういうのを書いていって、はい、でやったんだけど、こうやって当てはめていったらもうゴリさんがやる役がないなと、ゴリさんの役って何もないなってなって、はい、考えた結果、うん、あのその主人公のすずがあの一条家っていう金持ちのところに行って、あ、あったね、で、あるよね、でそこの水槽にピラニアがいてそのピラニアに阿木竹城さんが落ちて食われるっていうめちゃくちゃなさ、はい、シーンがあったじゃない、 あれがやっぱり子供心にみんな衝撃だったから、クラスメートもじゃあこれゴリさんにピラニアやってもらおうと思ってゴリさんはその一条家のピラニアの役をやってもらうことになったの。でそれで人はお金になんか負けないっていうのがその決め台詞みたいなのがあったのよ、同情
するなら金をくれともう一つ、はいはいはい、そういうのがあるんだけど、うん、で、まあ、コントも終盤になって、まあ、とにかくもうバッカンバッカン受けてた の、 そのコント実際やってみたら、うん、で人はお金になんか負けないってすずが言って、うん、で人はピラニアになんか負けないって言いながらこう登場人物をどんどんなぎ倒して水槽にどんどん入れてってみんなどんどんなんかピラニアに食われるっていう、うん、あのオチなのね、はいはい、もうめちゃくちゃ受けてるわけ小学生が、うん、もうピラニアに落としてんじゃんみたいな、うん、もうだからめちゃくちゃそういうの面白いから、はいはい、で人はピラニアになんか負けないドンって落としてってでこれで今落ちたのね、まあ、ドッカンって笑うんだけど最後終わりだよっていうことを示すために何かもう一つ落ちをバシーンとつけなきゃいけない幕が閉まるわけでもないからだからどうしようかなって考えた時に最終的にピラニアが勝利したっていう前提なのでゴリさんにこうあのダブルバイセップさせながらこうワーオってこう言わせるっていう、ね、考えたんでそれ稽古してまあまあ面白いじゃないですかそんなんやったらでゴリさんがワーオって終わるっていう全然やって、まあ、その当日もめちゃくちゃ受けて、はいはい、で最後の最後になってゴリさんの番だと思ってわーって湧いてる時にゴリさんがワーオってやったんでしたら、まあ、一回シーンとなってでも、まあ、ゴリさんとしてはおかしいなと思ったんだよその受けてたし、ね、練習でも受けてたからおかしいなと思ってゴリさん聞こえなかったかと思ってもう一回ワーオっていう話ですねゴリさんの話はディテールがすごいからでも、はい、5本とっぽいでしょ、はい、じゃあのぼりさんにもうこの流れでじゃ あ順番にいくじゃあ前前はい私なんか節分の日に、うん、節分の日だったのは覚えてるんですけど、うん、ある時私方向音痴なので、うん、あの駅員さんに必ず道を聞くようにしてるんですね、うん、あ迷ったらで、うん、駅員さん駅員さんって言って、うん、振り返ったら駅員さんが鬼の仮装してるんですあの鬼の仮装をしてるの仮装仮装っていうかなんかおめえなんか土のつけてる鬼の仮装をしてて私鬼は外って言われたんですけど鬼から鬼さんから鬼さんから鬼さんから鬼は外ってせめて不幸なしじゃないかって思ったんですけど鬼は外って私道聞こうとしたら鬼は外って言われてでなんか私はなんかもうどうしようか分かんないからもう福はうちって言って自分のお菓子をあげたっていう、うん、おーすごいいい話だびっくりしたすごい節分に鬼の仮装っていうところでもう金がでもね金さん、ね、いや失礼なやつだよねすごく音ですパリピなんでしょうねいいじゃないですかやおろいじゃマックいやもう今ずっとね滑らない話をもう考えてたんだけど人生でなんか面白い滑らない話ないかなって考えたら全部下ネタなんですよ僕の人生で面白かった話がもう下ネタしかないんだってちょっと今関連がっかりしてたんだけど下ネタでもいいんですかソフトだソフトなやつ YouTube 的に大丈夫そうなですねじゃあ僕がニコニコ生放送っていうところで、うんまあ、生放送をしていた時の話なんですけど、はいはい、初音ミクっていうじゃないですか。あ、はい、有名で、あの初音ミクのコスプレをして踊るっていう謎の企画をやってたんですよ、はいはいはい、そうです僕自身が初音ミクの格好をしてやってたんですよ、で、まあ、あの初音ミクって、まあ、シマパンを履いてるんですよ。ああそうそうそう、だからでも僕の中であのシマパンじゃないとやっぱ初音ミクじゃないと思って、はい、しっかりシマパンも履いたんですよ、はいはいはい、見えるわけじゃないけど自分の気持ちがね気持ち的に初音ミクになりきろうと、はい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 、でまあシマパン履いてやってたんですけども、うん、ねあの初音ミクってここになんかついてるんですよ、ね、あーついてるこういうついてるであのパソコンがこう机のこうこのぐらいの高さの机に、うん、まああってカメラもこの位置についてるんですよ、はいはい、でまあ立ち上がってるので、うん、まあこう近づくとちょうど僕の この辺がまあカメラ前に来るんですねでその状態でまあまあちょっと立ってしまいますけどこういう風にパソコンでこうやりながらこうやっててでこう手を上げたらちょうどここのこれがね、うんはい、スカートに引っかかって、うんうん、ペラッてめくっちゃったんですよそしたら、まあ、カメラここにあるんでここまでもこうパーッて映っちゃったんですよガッツリシマパンがガッツリ映っちゃってしかもこれあの女性のパンツ皆さん履いたことあります？いやいやないないから。女性のパンツってめっちゃ鋭利なんですよ。角度がめちゃめちゃ鋭利なんですよ。なるほどね。なんで男性のあれを隠す布分がないので。
それ僕の肩が全部言ってくよ。もうこうやってでなんかハムがこれでカメラこうなってこうなっちゃって目の前にこうカメラ映っちゃって。バンとかされなかったんです。バンはギリギリされませんでした。よかったよかった。じゃあいいんじゃない。自己責任はじゃあ最後言っていい。はい。はい、僕大喜利を趣味でやってるんですよ。はい、そうね。はい、アマチュアの人がねまあ、どっかのホールとか書いてある大きな開会っていうのがね結構あるんですよ。よく言ってるよね。僕も参加してるんですけど、はい、ネイツさんっていう方が司会やってる大会なんですけども、うんうん、まあ、その方ちょっとねまあ、すごく真面目ですごいいい人なんですけど、うんうん、なんかちょっとずれてるなっていう。ああ、まあそういう人いるよね。たまにいましてですね、まあ、その司会だからそのみんなが出した大喜利の答えをまあ拾ったりとか突っ込んだりとかするんですけど、うん、ちょっとなんか微妙になんかずれた突っ込みをすることがあったんですよね。うん、はい、はい、でその時に、お題がですね、なんか信長が己光秀めって言ってて一体何があったっていうお題が、まあまあまあいいお題なんですね。で、それにですね、その回答者の人が入ってあげて、うん、その遅刻遅刻って走ってたら馬でぶつかってきた。ああ面白い、はい、っていう、まあこれはまあそういう、まあ、そういう答えが出たんですけど、うん、そこでその司会のエイチさんがですね、うん、いや、その時代に曲がり角ねえだろって言ったんですよ。戦国時代に曲がり角がないと思っている。自然の曲がり角とかもあるでしょ、別に。全然ね、道とか途中もあるから、壁があるから、曲がり角もあるから。みんながそう小ツッコミになって、だから結局ね、その問題で一番受けたのが、そのツッコミだったっ。なるほどね。ツッコミを誘発するツッコミだからね。そう。ツッコミボケみたいな。そう。でも答え出すのは変わったもんじゃないですよね。いやー、なるほどね。笑い奪われるからね。何出してもさっと受けないよね。きついな。さあ、全員終わりましたが、議論をしていただきますよ。制限時間はざっくり2、3分ぐらい、程よい時に締め切ります。はい。では、議論タイムさん。はい。なんつったの議論タイムスタートしてますから。はい。はい。いや、でも、駅員がそんな。本当にもうね、相当違う方だね。鬼の仮装したんだよね、前々。鬼の仮装してた。でも、ちゃんと帽子はかぶってましたよ。で、なんで鬼だと思ったんですか？え、だってこうやってなってた。帽子が、帽子にこうやった。え、これ本当に信じてほしい。一応、駅員さんに一応聞くの？あ、絶対聞きます。私、そうだな。いや、そう、交番とかじゃなくて駅員さんなんだなと思って。改札口とかによくいらっしゃる人に聞いた方が早い。はいはい、そう、改札口とか左曲がって、右曲がったら、ある時本当にびっくりしました。それ何歳ぐらいの時？私つい最近です。つい最近です。その俺はなんか、まあ、その駅員まではギリギリまあまああるかなとも若干思ったんだけど、その鬼は外っていうのも失礼だけど、それに対してマイマイが袋口ってお菓子あげてるすげえ。あれそうね。危険が来すぎたんじゃん。確かにな。ああこれ以上どうしようもないなって。ダーベ持ってたから、それを渡しました。なるほどな。いやー。そうか。そうあるんですよ。そうか。なんか石野のよ、ディンディンダンデンドンみたいな。あれ、フィンフィンファンフェンフォンだったみたいな可能性もある。ディリンじゃない。言うわけないとか言われたら、俺結構きついなと思う。それきついね。これ思想だよね、でもね。思想だなとは俺も思ったんだけど。しゃべれないのでそういう感じ。ね、なんかでも家いるときは結構歌うかな。そのまあ、一人のときよりは、その奥さんいるときにそういうなんか歌うは歌ったりは。仲いいね。しますね。まあ一緒にはないかな。その曲以外ではならないんですか？いや結構今ねパッと出てこないだけでその、うん、やってんだ。そうそうやってますね。そうか。なんか歌いいのなんだちょっとパッと出る。思いついたら歌って急に。ああ分かりました。そうだよね。マックンのさ、シマパンディテールこだわって本物っぽいさ、あれ感じを。実は両方でした。
確かにね。初音ミクがノーパンであってほしくてノーパンだったみたいな。ワンチャンある。出てる、ね。そうね。なるほどね。パンされてんだよ、そしたら。確かにね。嘘つくにはなんか結構ハードな嘘だなと思って。あ、まあまあまあ。そう。下ネタを言うのがちょっとはばかれる中で下ネタを言っているからやっぱ嘘じゃないんじゃないかなっていう意味が、まあその表の推理かなという気がする。AD のやつはなんかあれかもね。そういう変なツッコミをしたのが自分だったが、H さんのせいにしてる可能性がワンチャンあるよね。確かに。H さんじゃなくて AT さん。AT さんじゃなくて。H さんが、AT さんみたいなのを入れ込んでたみたいな、謎解きが最後待ってるから。はいはいはい。いや、曲がり角、ねえだろ。いや、あるだろ。すごいわ、その作り方。いや、違う、なんか人はお金じゃみたいなセリフってそんなある？まあ、そう、人はお金に負けないっていうセリフがあって、そう。それを、うん、人はピラニアになんて負けないって言ったら、うん、もう小学生だとっかんそんなおもろかった、あなた昔から。いや、俺はなんかもともとコント書いたり、うん、本当に中学校の文化祭の前夜祭でも高野祭でも、ずっと古畑任三郎が真似してて一回やったのに高野祭でもやったんだよ俺まあね、中学生ぐらいまだわかるんだけど、小学生はちょっとね。なんで今の古川さんならそういう嘘つきそうと思っちゃった。ああ、ね、創作できそうっていう感じね。そうなんだよ、うん、いや、どうかな。ちょっと怪しいところはちょっとずつあるね。ちょっとあるなって難しいですよ。いやそろそろ締めてみよう。どうしたのこれ、うん、これより投票を行います。3、2、1。はい、お投票の結果、処刑されるのは古川さんです。うわー、死んでしまったか。では古川さん、正体は？私の正体は人狼ではありません。ソリさんは本当にいるんですよ。え、じゃあ次に怪しかったのは、まあ、マイマイだね、2票。じゃあマイマイは、いや俺マイマイだと思ってるよ。マイマイちょっと開けてください。あ、私開けていいんですか？もう、はい、もう人狼の勝ちは決定だね。よし、行きますよ。私は人間ですよ、本当だったんですよ。せーの、バン。いやいや、人狼だよ。いや、ちょっとみんなよ、そんなわけないだろ。考えてくれよ。そんなわけないって。まあね、鬼のコスプレしないし。ちょっとまあ本当に鬼のコスプレって言ったと思ったの本当に。なんか嘘っぽすぎてほんま。逆にね。いやーでもちゃんとすごいよ、福は内って上げたオチまでつけてるから嘘つき方だからね。いやいや、すごい綺麗やわ。はい、じゃあ今回はマイマイ一人勝利。さすが人狼は強いね。福川さん負けてしまいましたが、いやー本当にね、めちゃくちゃ悔しいんだけど、ただなんか選ばれたってことは嘘だと思われたってことだから、捏造したくらいおもろい話はできたんかなとは思うよね。確かに、オリさんの話、うん、っていうのと、あと俺マイマイが全員に刺される未来しかなくて、うん、もうしょうがないからマイマイ以外の話をめっちゃいっぱいしたんだよね。他の人もさ、怪しいんじゃないって言ったら俺が死ぬって言ったから俺はもうさすがにバレただろマイマイと思っていたら意外とバレてなかったっていう。やっぱ人狼してるとね、ちょっと感が高まったりするから、あれはするけど、いや次はもうちょっとゴリゴリに誘導してもう勝利を目指してやるから、ね、よろしくお願いしますよ。いやー、やられた今回は。いやー、やっぱり、ね、滑らない話をするっていうのがまずハードルがちょっと高かったそうだよね。でも結局だからちょっと下ネタ逃げちゃったみたいなのがあるんですけどまあでもそれのおかげで結構芯が取れてたので、あ、みんなそうだね、結構ムラだって言ってもらえてたんで、そこは人狼的には良かったのかな。疑われなかったね。疑われなかったので、いやでも楽しかったんでまたやりたいなと思います。好評ですね。恒例企画になったらどうしようマジで。はい、では本日のカプリティオでした。はい、高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。俺もやりてえな。ね、リカさんとも聞きたい